はい、どうも皆さん、こんばんは、モンシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム XRP、今日はね、ちょっとアルトコイン全般的にね、えー、ちょっと注目していこうかなと思っていまして、えー、ビットコイン、イーサリアム XRP、IOST、同時ーーコイン、ライトコイン、えー、リンク、カルダの、 クアンタムエンジンコイン10通貨ぐらいですねなぜこんなに見るかというと全部注目だからですねはいその辺りちょっとねえ今日はあの注目のポイントをお伝えしていきたいなというふうに思います今日が2021年の10月の21日木曜日ですね今が19時9分を回ったところですえ昨日はですね、えー、ビットコインがついに史上最高値を更新しまして一時6万7000ドル付近でしかね、はい、その辺りまで上昇したというふうな展開となりましたえビットコインの先物 ETF に関しても引き続き好調なね推移を見せておりましてもう過速 現物市場だけじゃなくてです、ね、デリバティブ市場も含めてすべてにおいてこう加熱してきているという,ふうな状況となっておりますやっぱりこういったところから注目したいのはビットコインの上,上昇がですね一旦落ち着いて、まあ、大きな、ね、こう調整が来るのかどうなのかというところが1つそれからビットコインの,、ね、その調整が起きた後にアルトコインが活気づいてくるかどうかというふうなところですね アルトコインに関しては、まあ、徐々にですね、こう、爆上げというかえ、上昇トレンドを作り始めていく、発生させていくっていう風な通貨がね、ちょこちょこ出ていますけれども、まあ、あの、それに続く通貨として、え今日はね、あの、いくつかの通貨を注目していきたいなという風に思っております。このチャンネルでは仮想通貨管理、それから世界経済の状況をね、見た後に、相場分析と戦略構築をやっていくチャンネルになっております。え、毎日見ていただければ、僕がどういう風に戦略構築やってるか、どういう風に分析してるかっていうところがですね、わ、まあ、かると思いますので、ぜひえ、毎日見ていただければ嬉しいなという風に思っております。じゃあ、まずは今日の仮想通貨 ここから見ていきたいいいと思いますはい、今日の仮想通貨市場ですけど、全体的にもう緑色ですね、まあ、あの本当に全面高という風な状況となりました、ビットコイン3%なんですけど、イーサリアムが本当に史上最高値をねえ更新するかどうかという風な状況まで来ております、えー、これもテクニカルで見ていきたいと思います、それからソラナ、あの20%ぐらい上げましたね、えー、これに関しては、ちょっとは、ね、そう今日は総分析しないんですけれども、まあ、引き続き強い展開になっていると、まあ、その他は軒並み強い状況となっているんですが、やっぱりまずはですねレンジを抜けているかどうか、えー、そのあたりをね、えー、今日の動画で注目していただい いいたただきたいなと思っておりますそれでは最初に株価の状況から見ていきましょう、今日の日経平均なんですけど、大きく下げました、2万8700円ということで、1.8%下げという風な状況となりました、3日ぶりに反落ということで、前日のアメリカ株式市場で、アメリカの長期金利の上昇背景にハイテク株がまあ下がったということで、これがですね東京市場のグロス株を中心に売り優勢の展開につながったということが言われております、それから日本の政治情勢をめぐる不透明感も物になっていると。 それからもう1つですね不動産の中国のエバグランデです、ね、これが3週間ぶりに売買を再開したんですけど売買開始直後に13%を超える大きな、ね、下げとなったそうなんですねでこれによって、まあ、反戦指数が軟調に推移したこともあって日本株全体に重みになったということが言われております、まあ、アジア株もね全般的に下がったとっいう,うな状況ですねで今、欧州市場開いていますけれども欧州市場に関してもちょっとね若干下落気味の展開になっておりますのでアメリカ市場もねその流れを引き継ぐ可能性はあるかなということですねちちなみみにちょっと新しい試みで日経と ですね、ダウの,その指数のね、えー、チャートを見ていこうかなと思うんですが日経に関しては高値のですねここの抵抗体3万500円付近で3万400円、万、え、円、ー、かなり効いていますよね、それから、えー、下のですねサポートラインに関しては2万7500円付近、ここも明確に効いていますよね、その中で移動平均線密集なんですね、なので今ね、ね移動平均線抜けて戻ってきてっていうところなんですけども、ここから移動平均線に乗って上がっていけばまた3万円にね到達してくるっていう可能性も全然あるんじゃないかなということで、今、非常に大事なポイントですよね。えー、それから ニューヨークダウに関してなんですけどもニューヨークダウに関しても高値がですねえ昨日まあ史上最高値を更新したわけなんですけども、えー、ここのですね抵抗体っていうのはまだ綺麗には抜けていないっていう状況ですただダウに関しても移動平均線がやっぱり密集していた中でそれを上に切っていったということでここからね一旦こう下げに転じたとしても、えー、こういった移動平均線がサポートラインに変わっていってここをぶち抜いていってもう史上最高値圏をまたねこうどんどん更新していくような総環境になる可能性も十分あって、えー、このテクニカル的にもですねここの抵抗ライン突破かどうかっていうところは非常に重要な ポイントになっていいるということですねまあ、こんな感じで日経とダウに関してはですね、まあ、S&P もやってもいいんですけど、えー、テクニカルちょっとね、毎日見ていこうかなと思っています。じゃあ、ここから仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思うんですが、えー、次のビットコイン ETF は来週始動かということで、承認例がです、ね、相次いでいるということが言われております。えー、バーエク社のビットコインのこれも先物の,の ETF ですね、えー、これが早ければ23日に承認されて、来週から取引が開始されるかもしれないというふうな状況となっているようですね。 オモクロミを SEC に提出したということで、二十二日にナスダックへ上場すると関係者が明かしたということですね。まあこれ早ければっていう風な感じなんですけど、まだ確定情報ではないと思います。え同社の ETF もまあ先物の,の ETF ということで、先物 ETF のラッシュがですね続いていると、まあこういう風うになってくると本当に現物の ETF に関しても現実味を帯びてきますよね。本当にここからあの注目の相場になってくるんじゃないかなと思っています。で続いてツイートですね。このレックスさんいつも見ていますけれども、ビットコインのですね取引所の残高が 13に達しましまたとといいうことが言われているんですもう歴史的な低水準まで下がってきていると3年ぶりということが言われていますよね、この辺り、オンチェーンも、ね、見ながらちょっと見ていきたいと思うんですけれども、これがバランスオンエクスチェンジということで、取引所の残高ですよね、これを見ていくと、2018年のここの極端な下げがありましたよね。それまでは ほぼ、ね、同じような感じで推移していたんですけどここから一気に様相が変わって、えー、プライスと取引所の残高が逆相関するような感じにです、ね、シフトしていきましたよねで直近のところを見ると完全にもう逆相関の関係になっていて、えー、やっぱりビットコインの残高が増えれば、えー、価格が下がるまあ逆かもしれませんね価格が下がればみんなあのビットコインのですね、えー、ステーブルコインだったりとか法定通貨に関係したいので取引所の残高が増えるというふうな感じで見ていくんですけれども今ね価格の上昇とともにやっぱりずっとビットコインの取引所の残高が 下がっているんですねこれがやっぱり復活してこない限りは価格もねあの上げ続けるということで今もね下がり続けてますのでこれは一つやっぱり強気の傾向として見ていくことができるんじゃないかなっていうことですねそれから昨日も見ていったんですけれどもナンバーオブアドレスウィズアノン with a n o ということで要は残高のある、えー、ビットコインのアドレス数の推移なんです,ですけど6万5千ドルをつけたところからです、ね、ずっと横ばいになっているんですよね一方でナンバーオブニューアドレス新しいアドレスはずっと増え続けていますし、えー、アクティブアドレスは 増えているんですけどこれがねちょっとまあ難しいところでして、えー、新しいアドレスが増えてるにもかかわらずノンゼロバランスっていうのは上がっていかないっていうことは、えー、このアドレス新しいアドレスを作ったにもかかわらずビットコインが入れられてないっていうことなのか、えー、それとも新しいアドレスを作ってビットコインをすぐに入れてどこかに送金しているとか、まあ、そういう可能性も考えられるということなんですねいずれにしてもビットコインの残高のあるアドレスが増えていないっていうことですので市場のいわゆる取引をする参加者に関しては多く増えていないっていうことがまあ 分かるわけですよねその中でアクティブなアドレスは増えていますので既存のアドレスの中でやっぱりあの取引がですねどんどん活発になっているっていうところは、えー、まあよく分かるところなんじゃないかなと思います、えー、センディングアドレスも、えー、リザービングア,アドレスも増えてますのでやっぱり取引が活発っていうところはよく分かりますよね、えー、その中で貯金の小口大口のアドレスの推移ですねここを見ていくと、えー、小口のところもですね完全に下がってきましたちょっとね元気がなくなってきたかなっていう状況です、えー、それから100とか、えー、1000BTC のところもちょっとねあのー なかなか上げきれないっていう風な展開になってきましたし1万 BTC のところもですねあの下がってきつつあるという風な状況ですよねなのでこういったところからもどんどんこう新規の方が入ってきて買ってっていう風な状況ではないと今一旦落ち着いているっていうところがわかるかなというところですねその中でやっぱり直近注目していたこのホドルウェーブですよねこれを見ると短期筋がやっぱ直近でね復調してきてるんですよねということはビットコインを短期でね積極的に回していこうっていう風な動きに今活発になってきててアクティブアドレスも増えてきてるという とことでですのでえこれがそのままね上昇に向かっていけばもっともっとね上昇あの価格も上昇していく可能性があるということで引き続きやっぱりこの,あのホドルウェーブですねここをしっかり、ね、注目していかないといけないかなというふうにですね今のところは思っておりますちなみにイーサリアムの方は0 1イーサも1イーサのアドレスもですね、えー、ずっと上昇に向かっていますし、えー、1 0イーサのところもねまだ上昇に向かっていますので引き続き小口がね押し上げているというふうな環境がまあ見て取れるんじゃないかなと思いますじゃあ最後に時価総額を見ていきましょうえ仮想通貨市場全体の時価総額は 最高を余裕で超えててきまましたす、えー、すごい上昇になっておりますねでドミナンスに関してはビットコインのドミナンスが若干下がってきた、えー、反面イーサリアムのドミナンスが若干上がってきたというところですねこれは価格に顕著に表れていますのでこの後のテクニカル分析で見ていきたいと思いますそれではあのスチャート分析いきたいと思います はい、えー。それではですね、まずはビットコインの、えー、ドル建てチャート見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が6万6千ドルですね、えー。日本円で言うと753万ということで、えー、今日一旦ねあの、押し込まれる部分あったんですけども、また反発してきてますね。はい。で、今ね、やっぱり注目しておきたいのは、昨日の動画でもお伝えしたんですけども、この値幅でいくと、えー、もうですね、上限値にタッチしつつあるということで、まあ、この並行チャレンジの抽選というところもありますので、一旦ね、調整が起きても、やっぱりおかしくない相場にはなってきてるんじゃないかなと思います。マックディもかなり高い 値ままでね上がってきてきすしやっぱり RSI がですねここ注目しておきたくて今ですね80まで、えー、ついに上がってきましたでビットコインの直近のトレンドを見ると RSI80、えー、付近で一旦ね、えー、反転されるという風うな、まあ、動き方がですね直近見て取れるわけですねなのでこの辺りからちょっとね警戒感を強めていきたいかなっていう風な状況になっております移動平均線との返り幅もですねかなり大きくなってきてますのでいつ、えー、大きな調整が起きてもないっていうところはしっかり視野に入れつつ、えー、トレードするのであればなるべく短期ですよね もう本当に5分足とか15分足とかもうそういった感じでですねかなり短期のところでトレードを回していくというところが今、一番ねやりやすいトレード戦略になっているんじゃないかなと思います、まあ、この平行チャンネルの2倍ということで言うと上限が7万6ですね。まあ直近の動画でも言いましたけれども7万6千ドルまでは上昇していく可能性があるんですけどもさすがにそこまでにはですね例えば6万8千ドルとかこういったところまでで一旦調整されてまた6万ドル付近までですね押し下げられるという風な展開が訪れる可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに個人的には思っております。 ちょっと、ね、今、あの加熱感あの高くなってきてますのでしっかり今は警戒感を強めつつ短期トレードがですね有効になってくるんじゃないかなという風な状況ですねイーサリアムに関しては、まあ、言っていた通りですね本当に強く、えー、動いてきてますので、えー、こういったところも難なく超えていって、えーまあ、4280度ですね過去最高値4380ですのでもう,もうそれをいつ捉えてもおかしくないという風な状況ですよねでこの4380で抵抗された場合ですねここで調整されれた場合はそれもすごくまだまだだチャンスにな なってくると思いますので下がってそばを拾っていくという風な感じで攻めていくことができるかなとあとは4300を超えてもまだそんなに移動平均線との返り幅は大きくないですし RSM はまだね70付近ですのでまだまだね上昇していく可能性があるとそうなってくると上昇の平行チャンネルで見ていったときに、まあ、4800ドルとかこういったところまでね短期的に狙えるかなと思いますので例えばこの4300ですねここをしっかり抜けたところからデイトレード的にですね短期的なロングに入っていって4800までの幅を狙うとか まそういう風な攻め方もできるような相場環境になるんじゃないかなと思います。ただし、まあここあの過去最高値ですので、一旦調整される可能性もありますので、ここはしっかりねあの冷静にやっていかないといけないんですけど、押した相場は買われて、まだまだ上昇していくという風なあのシナリオが考えられるんじゃないかなと思っています。続きまして、XRP なんですけど、XRP もねあの徐々に上昇してきているという状況でして、これは冷やしなんですけれども、今ですね、1.15ドルですね。でこの高値切り下げラインも超えようとしますので、これ本当に一気に、えー、急騰する可能性があるんじゃないかなと思っています。なので、1. ととか次とか次ですねこういったところまで十分ね狙える環境に整ってきたかなというふうな今環境ですよねはいで iOST もなんとか直近、あの加工ウェッジの加減値を叩いてから上昇ということでまた5.3セント付近まで戻ってきました、で今回は5.4セント、5.5セントっていうところまで上がるともうこの辺のですねゴタゴタを回避することができると高値切り下げラインを超えることができますのでえそこから一気に上が開けてくる可能性があると逆に4.6セントを超えればまずいよというところは変わ,る変わらず意識しておかないといけないポイント ですね、それから同時コイン、まだ上げきれていません、ここも高値切り下げラインをまだ超えていないんですけれども、直近、出来高も大きくなってきてますし、荒れさえマクリーもいい感じになってきてます、この26セントのところを超えれば、一気に、ね、上が開けて40セントまで狙えるような環境が、えー、整,って整ってくるということですので、ここもしっかり、ね、注,注目しておきたいところじゃないかなと思います、ライトコインに関しては昨日言っていた通りです、ねはい、あの抜けるかなと言っていたんですが、まあ、その通り抜けていって、今、209ドルというところまで上がってきました。10%以上,上がり ありましたかね、はいなのでここからはやっぱり上を目指していく相場になっていきますし、一旦下がった相場もしっかりおしめ買いで買っていかれるという風な相場環境が整ってくるということで、上昇トレンドが開始される可能性は十分考えられるかなと思っています。で逆に言うと上昇トレンドを作った 起点となったのがこの190ですなのでもしかすると今から調整されてきて下がってくる可能性があるんですけどえそれはもうそらく変われていきますただしこの190をもう1回割られるってなればえまたレンジ相場に突入するっていう可能性がありますのでえ一旦逃げないといけないポイントっていうのはこの190に置いておくべきなんじゃないかなとは思っていますえそれからえリンクですねチェーンリンクなんですけれどもこれも、えー、ここのですね抵抗ラインを超えていきました今が28ドルで推移しておりますのでこれも今からね上昇トレンドが築かれる可能性があるという状況になります ありましたよね、これもしっかり注目しておかないといけないんですけどこの、えー、リンクに関してはこの31ドルから34ドル付近ですねここが大きな抵抗体として、えー、上にです、ね、のしかかっているということですよね。これを超えればもっともっと強くくんでくると、えー、一気に50ドル付近まで上がってもおかしくないような環境になってくるかなと思いますので、えー、この、まあ、移動平均線、密集を抜けて、えー、上昇トレンドになった後もこの連ジを超えるところはしっかり、ね、見ておけておきたいところじゃないかなと思っています。 それから体の長らく、ね、動けなかったわけですけれども直近で少しずつ動きを見せてくるような環境となってきました100日移動平均線にがっつりサポートされてますので下は固めつついつねこの2.3ドル付近です、ね、このラインを抜けてもおかしくないという,ふうな状況となってきましたこれを抜ければ一気にねこの上昇の平行チャンネルの上限時、ね、3.2ドル付近まで上昇する可能性がありますのでこの辺りが、ね、エントリーのポイントになってくるんじゃないかなと思っていますクアンタムもそろそろろ上げ切れてくるかなという なな状況になってきましたよね移動平均線密集をなんとかね、えー、耐えて耐えてで上に抜けてきました、ここの高値切り下げラインも今ね、ね超えようとしているかなという状況ですので、えー、このあたり、ね、歴史的なラインになっておりますけれども、この16ドルの、えー、抵抗ラインを超えれば一気にね上が広がってくるというふうな環境となると思いますので、やっぱりこれ、下は硬いかなと、直近何度も何度も踏み固めましたので、ここから移動平均線の上昇とともに、えー、サポートされて、ですね、えー、価格が上がっていく可能性は十分考えられるかなと思っています。それからエンジン,コイン,エンジンコイン も感覚持ちはずっと、あの。 保っていたわけですけど直近で移動平均線を全部抜いて三角持ち合いをまあ抜けようとしたんですねまあ一旦抵抗されましたけれどもここからやっぱり強含んでくる可能性十分ね考えられるんじゃないかなと思っていますということで今日はですね十通貨ぐらい見ていきましたけれどもえー、まあちょっとねもうすでに抵抗レベルを超えた通貨っていうのは省いてますただ特に後半紹介していったえリンクだったりとかカルダノそれからクアンタムそしてエンジンコインこういったところあまあ同時も含めてですけどこういったところはね、えー、抵抗ラインを超えていく可能性今後ね十分考えられますのでこういった 初動にしっっかり乗っていくことができれば本当に楽にメンタルも安定して利益を、ね、取ることができると思いますのでしっかりまあ分割しながらですけれども、まあ、エントリー戦略を、ね、今のうちに立てておくっていうのがです、ね、いいんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますあくまであのこれは個人的な見解ですのでもちろん最初判断はねえ皆さんで判断していただきたいんですけど分割っていうところそれからまあ打診でエントリーするとか、まあ、そういった対策をしながらエントリーしていくことが大事なんじゃないかなと思っていますということでえ今日のとこここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます